突然すみません。あなた方は街道を通ってきたのですか？ねえ、そうですが。途中で女の子を見ませんでしたか？いえ、見ていませんね。その子は村から出て行ったのですか？そうです。少し前に村の近くで保護した子なんです。その子、記憶がなくて。つまり、ベクタの迷子ですね。そうです。今日は朝から姿が見えなくて、もしかしたら村の外に行っているんじゃないかと。わかりました。では、俺たちで村の外を見てきますよ。本当ですか？ねえ。それで、その女の子の特徴は？背格好はこちらのお嬢さんに近いです。年齢も同じくらいだと思います。私と同じ。そうか。それじゃあ、探しに行ってきます。
大丈夫か？はい、ありがとうございます。あなた方は？俺たちは王都の対策本部から派遣された集権士だ。村で君を心配している人と会って探しに来たんだ。そうだったんですね。どうして誰にも言わずに村を出たんだ？それは不安だったからです。自分がどうしてここにいるのか、私は何をすべきなのかわからなくて。村の人は優しいけど、私はずっと孤独で、なんだかじっとしていられなくなって、それで村を出たんです。結局不安は拭えなかったし、あなた方にもご迷惑をかけてしまいましたけど。私たちのことは気にするな。それより早く村に戻った方がいい。でも私怖いんです。怖い？ここに来る前も私はずっと一人だった気がします。誰にも頼れない、誰も私の言葉を聞いてくれなかった。このままここにいても何も変わらない。私にもお前の気持ちはわかる。自分が何をなすべきか、なぜここにいるのかという疑問、そして何より孤独は人を追い詰めるからな。でもお前を心配している人はたくさんいる。村人も探しに来た私たちもそうだ。だからどうか心を落ち着けてくれ。お前の言葉なら今ここにいる私が聞いているから。あ、大丈夫か？泣かせるつもりなどなかったのに、すまない。焦らずに少しずつ解決していけばいい。そんなに優しい言葉をかけられたのは初めてです。あなたに出会えてよかった。ありがとうございます、救世主様。救世主？そういえば以前会った狩人もメディナ殿をそう呼んでいませんでしたか？その子と知り合いってわけじゃないんだよな。ああ、私にもわからない。状況的には狩人と同じく、この子にとってのメディナは救世主だけど、メディナと出会った二人の人間がそんな都合よく同じ言葉を使うか。君はメディナのことを知らないんだよな。メディナ、救世主様の名前はメディナと言うんですね。ああ、そうだ。やっぱり知らないのか。それじゃなんで？ひとまず彼女を村へと連れて行くことが最優先だ。あ、そうだな、行こう。本当にありがとうございます。とにかく無事でよかった。彼女を休ませてやってくれ。ええ、そうします。あ、そうだ、あなた方はこれからどうするんです？この時間に街道へ出るのは危険です。もしよかったら家へ泊まっていってください。いいんでしょうか？ぜひ、それくらいのお礼はさせてください。もともとこの村で買い出しも兼ねて休むつもりだったし、今回はお世話になるか。では甘えさせてもらいます。私が触れたことで、あの子は私への態度を変えた。これは何なんだ？能力と呼んでいいのか。だとしたらなぜそんな力が私に？眠れないのですか？お前はどうしてここに？偶然目が覚めて外を見たら救世主様のお姿が目に入ったんです。迷惑でしたか？いや、そんなことはない。ただお前の態度に戸惑っているだけだ。何か失礼があったでしょうか？
そうじゃない。お前と似た態度を取る人物に他にもあった。だがなぜそんなことが起きるのかわからない。とにかく不気味だ。私に何かできることはありますか？特には思いつかないな。何でもいいんですよ、救世主様。あなたが望むことを言ってください。望みか。なら友達になってくれ。思えば同性の友達などできたことがなかったからな。友達ですね。無理をするな。お前を試そうと思ったに過ぎない。救世主と呼ぶからには私の無理難題にどこまで応じるのかと気になって。わかりました、救世主様。私とあなたは今から友達です。本気で言っているのか？もちろんです、友達です。そうか、本当に友達が私なんかに。ありがとう。みんな準備はいいか？問題ありません。それではお世話になりました。こちらこそ、この子を助けていただいてありがとうございました。それじゃあ行きますね。はい、お元気で。それじゃあまた。ああ、またな。心なしかメディナ殿の表情がいつもより柔らかい気がします。そうだな、何かいいことがあったのかもしれないな。どうした、キリト。らしくもない真面目な顔をして。ここまでいくつものカラントを切ってきたけど、魔獣の数はちっとも減っているようには見えない。カラントの捜索にも時間がかかるし、もっと効率よくできないかと思ってさ。なるほど。しかし民がカラントや魔獣のいるような人里離れた場所に赴く機会はそうありません。そのような僻地の情報が得られればカラントの特定にさらに役立つかもしれませんが。やっぱり俺たち自らそういう場所に行ってカラントを見つけるしかないよな。それでキリト、今日はどのあたりを捜索しますか？闇雲に探してもカラントは見つからないですよ。そうだな。私に提案がある。少し気になっている場所があるんだ。わかった、それなら案内してくれ、メディナ。わかった、行くぞ。